オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める？それは、俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだ。動けねえ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと、アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。場違いだ。俺は確かにお前の言うと失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。だがどんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だ。俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。準備よくだ。これが壁になる。あとは頼んだぞ。カトン、これが壁になる。あとは頼んだぞ。甘い。ナルト、お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。サスケ、お前を闇に落とした責任は俺にもある。生きるならお前にもう一度選択を与えたい。だから、私二人はここで終わるべきではない。無駄だ。だからカトン、ウーランド、お前は壁になる。カトン、逃がさん。ごめん。無駄だ。ごめん。これが壁になる。お前だ。カトン、バクーラン、まだか。マーノベ、逃がさ。
こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は。クズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後まで。ありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトね、最後の
最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて。わらわのものだ。その力は、わらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい。やっぱりチャクラを証明しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。